8レース締め切りました。8レース締め切りました。森且行の復帰を祝うかのようにこの時間になりまして、より青空が広がってまいりました。川口オートレース場第9レースの予選競争を迎えます。ゼロ戦スタートは松永浩二、野上文武、10メートルからは高橋雄一、岩佐常吉、20戦は栗原勝則、竹内正弘、30戦森村亮と森且行、以上の8名による対戦です。壮絶な闘病生活は復帰への強い情熱が大きな礎になりました。このフィールドに再び元スマップメンバー森且行の姿があります。再起を誓う大きな道しるべを今歩み始めます。奇跡のカムバックへ、森且行圧倒的な一番人気に押されています。スタートまで10秒前、9レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまで3秒前、第9レース予選競争、今スタートが切られました。ハンデゼロから松永行った、そして10メートルから高橋好スタート、そして注目の森且行の復帰戦、まずはスタート先行しまして7番手、上々の滑り出しであります。先頭は松永、そして野上ほぼ並ぶ格好で3コーナーに入ります。先頭は松永浩二、まくっていくのは野上文武、野上がまくりを決めるのか、応戦する松永浩二、中段でおお間をかいくぐって森且行、21コーナーで先頭に上がった。場内からは大歓声が起こっています。邪念を振り払ってひたすら勝利を目指して早い周回で決着をつけました。森且行先頭は森且行であります。残りは4周回、2番手には野上文武、3番手には高橋雄一、4番手に岩佐常吉、その後ろ6番の竹内正弘の体勢になっています。さあ2番手争いは内側から4番の岩佐が捉えました。外から野上、さらには大外から3番高橋、2番手争いは4人の選手が一塊になっています。残りは3周回です。先頭はぶっちぎっています。復帰戦まさにビクトリーロードをひた走っています。独走を楽しむかのような森且行は先頭だ。3コーナーから4コーナーに向かっています。今噛み締めるように4コーナーを立ち上がりまして、残りは2周回 1000m、 2番手4番の岩佐常吉、3番手が高橋雄一、ほぼ体勢が固まってまいりました。先頭はまさに独壇場になりました森且行、森が先頭だ。3コーナーから4コーナーに向かっています。2番手岩佐、3番手が高橋雄一、体勢は固まって残り1周回ブルーフラッグを今通過。まるで映画のようであります。森且行、夢の日本一からたった3ヶ月でレーサー人生の岐路に、あれから2年2ヶ月余りたどり着いたスタートライン、愛する場所で華麗なるカムバックを遂げました森且行、今1着でゴール。さすがはスター森且行、火の打ちどころないレース内容で復帰戦を飾りました。2周1コーナーで先頭に立った時は場内がファンの皆さんの歓声に包まれました。第9レース予選競争をご覧いただきました。森且行1着ゴール、復帰戦を勝利で飾っています。
それでは森且行選手にご登場いただきます。皆様拍手でお迎えください。それでは森選手、一言お願いいたします。そうですね、レースより緊張しますね、会見は。そうですね、2年3ヶ月ぶりに、ようやく、復帰できました。まずは今日一緒に走ってくれた7人の選手に、感謝したいと思います。そして、今まで、支えてくれた、周りの方々、そして応援してくれたファンの皆様に感謝を伝えたいと思います。ありがとうございます。レースを終えて、はい、ちょっと時間経ちました。今の率直なお気持ち、心境を教えてください。そうですね、7節練習参加させていただいて、まあ、エンジンも4回ぐらいオーバーホールしたり部品を変えたりして、で今日ちょっと朝練行ったんですけれども、あんまりエンジンが良くない感じだったので、まあ、自分の感覚を信じてセッティングを大幅にいじって、まあ、そういったら照ってる走路苦手なんですけれども、まあ、3人も出たので、まあ、これはミスしなければ勝てるのかなって、思って走ってました。でスタートグリッドに立った時に、まあ、ファンの拍手、はい、してるから、レース始走の時に出てきた時にもファンの歓声と拍手がありました、はい、聞こえましたですかね。余裕がなくて何も分かってなかったです、はい、グリッド立った時の心境っていうのはどこですか。グリッドスタートグリッド立った時の心境はもう吹き切れましたね。緊張もいい緊張感だったので、はい、まあ、ビビることなく自分のレースをしようと思って気合は入れてきました、うん、スタートして6番手立って外回って、で2周から鮮やかな5車抜き、そんな行きました、はい、そうですね、すごい攻めでしたですね。まあ、外をちょっと回ろうと思ったんですけれども、ちょっとエンジンが外回りのエンジンじゃなかったので、中行くのも怪我明けなんでどうかなと思ったんですけど、ちょうど空いたところはうまく入った感じなんですけれども、まあでもそうですね、2年3ヶ月休んでも、まあレースのこの感覚っていうのは体が覚えててくれたんで、あそこ行けたと思います。その後はどうでしたですか、残り4周5周1人で走るっていう。やっぱりきつかったですね。まだまだこれが課題になってくると思うんですけれども、2週3週目ぐらいまでは勢いよくいけるんですけれども、そこからがやっぱりこの右足の力が入ってるのか入ってないのかがまだちょっとよく分かってないような感じなので、まあレースを重ねていけば多分その神経障害っていうのも治ってくるっていうふうに言われてるので、まあレースをこれから重ねていって、うん、徐々に治していきたいと思います。ちょっと時間的な戻り方ありますけれども、復帰に向けてのこう今ここで復帰しようっていう時の手応えみたいなのはあったですか、今回今節で復帰しようっていう。手応えは、まあ冬場っていうか12月から練習参加本格的に始めて、1月ぐらいですかね、まあいろいろ後輩とか同期とかと練習で合わせてもらって、
そこで、まあ、同じぐらいに走れた時に、あ、もうこれはそろそろ、復帰する準備をしようと思いましたね。今日その復帰する時には当初トークショーとかで復帰して1着で取れる状態で復帰したい、はい、結果的に復帰して見事に1着取れました。いい形にはもう戻ったと言っても、いえ、それはまだ戻ってない感じはありますけど、今日は本当にたまたま1着取れたんだと思います。まあ、初日なのでこう分散されてるので、はい、これがね勝ち上がりなので、最終日まで最終日に優勝戦まで行けてれば戻ってきたんじゃないかって自分でも多分感じると思います。今回優勝戦に進める今勝利になりましたですけど、期待してもいいですかね。そうですね、どうでしょうか自分でもよく分かってないのでまだ、はい、理想的に今点数つけられた今日の復帰戦の内容、それから自分の今 その体の具合を整えて 何点ぐらい上げ、100点満点いったら何点ぐらい上げられてもいいですか。そうですね、80点ぐらいは、うん、はい、まだ上積みはその20点分の上積みを見込めそうな、上積みはこれからその6周回しっかり同じペースで、その思想が3人出たら3人のペースで走れるような体を作っていくことと、まあ、あとはエンジンをもっともっといいエンジンを作るっていうことを、はい、やります。思えばこの2年3ヶ月は長かったですか、短かったですか、ここまで来れたっていう。長いような短かったような、でも2年3ヶ月の間に、まあ、退院してからはいろんな方面でイベントをやらせていただいて、まあ、本当にそのおかげで、ね、ファンの皆さんと会えて、で応援してもらって、まあ、だから2年3ヶ月はすごい楽しく過ごせた時間でしたね、はい、いや最後に改めて今後のこの復帰戦を終えて、ここからの目標というかビジョン、はい、教えてください。そうですね、もう一番大きな目標は、もう一度日本一になりたいですけれども、そんな甘くないと思うので、今 B 級なので、とにかく SG のレースに出れるぐらいまでには行きたいと思ってます。まあ S級になればね SG 全部出れるので、はい、そこを目標にまあ時間がかかっても、一生懸命頑張っていきたいと思います。了解です。すみません、以上でありがとうございました。ありがとうございました。短くないですか、大丈夫ですか。もっと聞いてもいいですか。いいですよ多くの支えっていうのはいろんな人が、それは講師ともどもってことですか。そうですね、でもやっぱり一番は本当にファンの皆さんが、うん、ね、諦めずに応援し続けてくれたおかげだと思ってます。はい、はい、いや今日の一着はその恩返しになったという。そうですね、直前でちょっと一着は取れないかもなんて言ってしまったんで車検買ってない可能性があるので、ね、その辺はちょっと分かんないですけど、まあ、でも、ね、元気な姿で一着、ね、走ってるところ見せられたんで、はい、恩返しになったと思います。はい、明日もじゃあもう一回恩返しを、買ってない人への。そうですね、雨の方がいい感じがするので、はい、雨降ったら買ってください。はい、はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、こちらの方にも一番お願いします。撮影はよろしいでしょうか。そろそろお時間となりましたので、森選手は退場となります。はい、ありがとうございました。お願いします。1着8番、2着4番、3着7番、以上でございました。